あ、ちょっとオンにしてるとずっと動き続けるから、うん、オフにしとかなきゃいけないんだよな。本日もイラストありがとうございます。ありがとうございます。というわけで、またこちらの作品も、この作品は、いいね、だから、なんつうの、ペンでパーッと書いてるじゃん。普段と仕事の手帳に書いてくれてるんだ。え、じゃあ結構さらっとってこと？っていうかもう、だから常に持ち歩いてる、もうお前はネタ帳とかないからわかんないだろうけど、常に持ち歩いてるものにちゃんと書いてくれてる。確かに10年以上持ったことないけどな。なるほど。それで事務所に、のね、マネージャーに怒られたことあるけど。よくそれで芸人名乗るなって話だけど。俺の話ええやないか。このイラストはなんとだから仕事の、常に持ち歩いてるものに書いてくれてるところ、あーすごいね、だからその人にとってそのせっちゃん、つーちゃんってすごい大事な存在になれてるんだなっていう、ある意味常にパワーももらえるそうですね、うん、美人、優しい、つーちゃんいいね、それぞれのコメントがあるのがいいね、いいね、せっちゃんねーが可愛いっていう、でも確かにせっちゃんはもう皆さん同じでこういう感じだな、書いてもらうのはそうだよね、これぐらいの髪でみたいな、髪型こんな感じで、服もこんな感じでっていうね、うん、俺らも書いてくれてるし、うん、いやこんないい感じでもやっぱこう常に持ち歩いてるものに書いてくれてるのは嬉しいですね、いやそれは本当嬉しいね、でも常に持ち歩いてるものに俺らのことまで書いてもらうちょっとそれは申し訳ないけどいやいや、俺らが足引っ張んないいやもう本当だよね、そう、ちょっといつか黒塗りにされないようにいやそれは何があったんやその人と俺らの間のいやまあね、こんなイラストをまたいつもありがとうございます、すごい、上手だよね、しかもあれだな、あの珍しくちゃんとお前の芸名をそのまま書いてくれてるな、確かにペロリンっていうの、いや確かに本当はだからペロリン山中ですから、あそうやね、こいつなんかペロリンって呼ばれたくないからなんか YouTube で字幕で山中やめろやお前、本当はペロリンですからね、そこちゃんとお前ペロリン、これからペロリンした方がいいんだよ、確かにな、なんで俺いつも山中だけなんやろな、そう、ね、俺芸名やからな、そうだよお前はそれ背負っていかないよ、そうなんですよ、実は僕ペロリン山中なんですよね、だからぴったりだから二人、俺らの名前知らないで、さあ、どっちがペロリン山中でしょうって言ったら、絶対こっちって言いますから、それだけ似合ってる名前だから。確かに、何までライブとかでクイズ出しても全員がおる。全員ペロリン山中っていうね。山中は覚えなくても、ペロリンの部分は覚えるから。うるせえわ、お前。ペロリン感が出てるということで。いや、まあまあまあ、よかったですよ、今日。まあでもね、素敵なイラストありがとうございます。はい。じゃあ、今回も本編よろしくお願いします。はい。さて本日も、せっちゃんとつーちゃんとお話をしていきたいと思います、今回ちょっとこれも、早めに聞いておきたいなということなんですけど、ま、名古屋行って、ね、ホテルで、やった時に、つーちゃんが喋りにくいと、確かに声もなんかその、ね、最後まで喋りきれないというか、珍しかったね、最後腰持っていくんで、せっちゃんもでも喋りにくいとは言ってないけど、いつもよりはちょっとなんかちょっと俺は違った感じはしたね。ちょっと喋りにくいかなっていう。それがなぜなのかを、まあコメントでも聞いてほしいっていうのもいっぱいあったし、まあ俺らもちょっと、これが分かれば今後のいろいろな、検証の仕方が変わってきますから、なんだろうな。でもそれはまあ本人。昔の風船時代の、質問では、どういう時に現象が起こしにくい条件逆になんですか、だとやっぱり、明るいのと人がいるのはダメってことだったから、でもあの時別に、まあ、明るさはいつもより明るかったかもしれないけど、人はいなかったもんね、でもあれか、その周りはホテルやから、そうか、この部屋はだってフロアも上下左右全部人いないからいや本当にね、夜中いくらでも大声出せるからそうだよね、だからちょうどいいっていうじゃん、人は絶対感じないだろうかな、人気はでもだからホテルは絶対そうか左右とかそれこそ廊下とかもいるか、ね、って結構絶対いるからな、普通に廊下にも歩いてたからね、確かに、そういうのもあるんじゃないの、それもあるかもしれないな、まあ、ただホテルの時は、まあそれぞれ予約したんですけど、俺予約する時に間違えてなんかよくわかんないから、ダブルとシングル、なんか値段変わんないなと思って、なんかわかんなかったの。ていうかシングルの選択肢がなかったから、ああ、そうだね。ダブルでも値段変わんないのもいいかなってやったの。そしたら、ついてフロント行った時、ダブルになってますけど、で、入る時別々だったんで、ダブルになってますけど、お一人ですかって言われて、すげえ怪しい感じで言われて、ああ、なんかちょっとよくわかんなくてダブルにしちゃったんですけど。まあまあよくわかんないよね。ああ、そうですか。まあまあって言って、別にお金払うならいいじゃん。まあ別に払うわけよ。別に払って、で、なんか、鍵、
2つもらって、ああ、まあダブルやから、でその後あの検証したから、あの俺フロントにはなんかちょっとあれ間違えたんですって言っときながら、後々俺の部屋にこいつ入ってきたんで絶対になんかあいつらなんか危ねえなってダブル予約して男2人で泊まってるよって思われたろうな。それはあるかもな。ああそれは絶対あるな。俺もおなんか大荷物で入ったから、しかもそうだな、なんか いろんな道具入ってるんじゃないかみたいな、ね、うんうん、だからあのホテルの動画の時に言ってた、あ松田までの恥ってのはまさにそのことだった。やかましいわお前あれ松田までの恥だな。やかましいわ、うん、まあそんなこともあったということでそんな思い出話じゃねえなこれ。あれはひどい目にあった。いやまあまあまあ、まあちょっと、はい、せっちゃんつーちゃんにどう思ったか聞いてみましょう。はい、さあセッティングが完了しました、はい、まず押し入れですね、うん、いつも通りお絵かき大好きせっちゃんためのお絵かきセット、うん、で手前にあるワンちゃんが映画ドラマ大好きなつーちゃんための映画ドラマ見たいときは教えてくださいのワンちゃん、はい、で左にあるのが答えたくないのワンちゃん2つ、うん、で奥がせっちゃんで手前がつーちゃん で、うん、で真ん中に、まあ、外で喋りにくかったのはなぜですかという質問ですね。なんでやろうな。これがでも分かったら今後いろいろやりやすくなるというか、そうだね、うん、あのやれることが広がってくるかもしれない、うん、俺最初この部屋だけかなと思ってたけど、ああ外でちゃんと喋れたんやって俺はその時確かに、うん、ここが事故物件で言われてる言われが確かにな、うん、そのもともとそういう雰囲気の場所なのか、それともやっぱせっちゃんつーちゃんのいたずらで、うん、そうなってたのかっていうのが、そうだね、うん、じゃあそうですね、はい、じゃあいつも通り撮影したいと思います、
えば相方が死んだ場合、親に嘘ついてたってバレてキャバ嬢にマジキモいって言われて、女王様にあの人最近産めつまないって言われておしまいですよ。もう人生の集大成、俺お前みたいな人生送れないともうハゲてもいい。何俺、俺だってもうハゲてきてる俺。今度お前が俺どうしても入れたいってとこ全然受けねえじゃねえか。